皆さんこんにちは、タイガです。ということで、まずこの坂を登っていくと、はい、見えてきたのがオリエンタルホテルで、このホテルに2泊3日泊まりました。で、この中がめっちゃ綺麗で、ここがなんか大自然コーナーみたいな感じで、なんか大ウナギと、なんかあとなんか生物がいて、で、この隣がお土産屋さんで、その隣がアメニティコーナーになってて、で、ちょっと待って、息切れる、ちょっと。で、ここなんかすごくない？ドーンでアメニティコーナーがあって、化粧水とか乳液とか、なんかボードゲームとかたくさん種類あったし、あとこの石鹸とか、あとデトックスウォーターとかあって、今からお部屋紹介します。ルームツアーっていうか、一旦部屋の概要を見せます。お母さんワンちゃん映るんで、はい、ということで、本当はこういうことはバカなんで、なんか何も喋らず始めてしまったんですけど、はい、こちらがバストイレですね。めっちゃ綺麗で、はい、で、こっちめっちゃでっかい鏡があって、こっちにちっちゃい鏡があって、はい、わーいとかやってますね。で、普通にちょっと可愛いですね、これ。で、こっち側がお風呂なんですけど、で、実はこのお風呂、次の日の朝入ってますね。なんかちょっとエロい感じの、なんかちょっとスケスケ感。まあ、あっちのガラスはなんか透けてないんですけど、まあ、ちょっとエロい感じです。はい。ということで、次から喋り始めます。ベッド2つと、あと、ここが一番衝撃的。これ外にあるかと思ったけど、内側。これアフタヌーンティーコーナーです。これはめっちゃいいでしょう。ということで、1日目の夜ご飯はこのオリエンタルホテルのビュッフェコーナーに2人で行きたいと思います。ビュッフェコーナーじゃなくて、なんだっけ、ビュッフェ食べてきます。はい、ということで、お食事会場っていうか、まあ、もうご飯食べるところに移動していくんですけど、前回の動画でね、まだ泊まってるのに、この部屋番を晒した件について、まあどうでもいいと、まあ有名人じゃないんで、まあ誰もなんでもないですけど、はい、こちらが食事会場で、で、こちらがご飯と、これがお母さんのビールです。で、本当にご飯美味しくて、このプレートに乗ってるのは種類ご飯とフーチャンプルと、あとベーコンとかスペアリブで、そのスペアリブがめっちゃ美味しくて、今から多分見せると思うんですけど、はい、どう、なんかめっちゃ甘くて、なんか普通に美味しくって、で、2本は食べなかったけど、普通に美味しくて、たくさん美味しい料理がありました。美味しいって言い過ぎてれば、はいはい。なんとこちらがね、デザートのコーナーなんだけどさ、ドーナツが壁にかけてあるって何って思って、普通にめちゃめちゃ可愛くって感動しちゃったんですけど、初めて見て、普通に。で、このチョコフォンデュー、しかもなんか普通のチョコじゃなくて、ホワイトチョコレートで、バナナとなんかシナモンロールみたいな、これがめっちゃ美味しかったです。で、さらにこのイチゴのバナナじゃなくて、なんだっけ、ドーナツも乗っけて、はい、こちらが欲張り3点セットっていう感じで、くるくる回して、なんかいい感じで撮ります。はい、ということで、お風呂入って、おしご飯食べて、お風呂入って、お風呂上がったら、お母さんと遭遇して、まあこれを買おうとしてたの。てか、まずは本当のこと言うとね、部屋付けでっていう瞬間を動画撮りたかったの。そしたら目の前にお母さんが現れて、もう見事、これか、ありがとうございますっていう感じで。おやすみなさい。皆さん、おはようございます、タイガです。で、声入れないんですけど、まあ、今日この動画はホテルの紹介とか、まあ、今日もう今朝7時ぐらいなんですけど、今日今からお母さんと日ハムキャンプとか見に行くんで、何の動画ですか、これは。ホテル紹介の1日とか、ホテル Vlog、 いや別ん、ホテルの過ごし方、わかんない、ど別々で動画撮る、ホテル、じゃあわかんないですけど Vlog です。ということで、早速朝ごはん食べる前に顔とか全部、顔とかって言ったら顔洗うだけですけど、あと髪の毛洗う、でも、いや、洗いますね。ということで、準備して朝ごはん食べに行きたいと思います。それでは、行ってきまーす。はい、中年、昨日の夜はスパに入ったんですけど、スパって温泉があるんで、そっちに行ったんですけど、一応お風呂もついてんの。ほら、でもよくわかんない、これ見て、で、このここしかドアない、なんかちょっとすごい開放的なスタイルなんですけど、で、一番の楽しみこれですね、この上からのシャワー、これだけで、あとここに鏡があります。え、なにおなんかわかんないけど、ドライヤーしてる時ってなんかこのなんか苦しいような感じになっちゃいます。
はい、ということでこんな感じでドライヤー終わったんですけどね、なんかこんな意味わかんない動画が僕のビデオフォルダにはたくさんあるんです。はい、ということで、ね、やっぱり着替えもマスクも忘れて、マスクはお母さんにもらったし、もうマジで昨日と全く同じ格好なんですけど、まあ一旦お家にも帰るかもしれないんで、許してください。誰も見てないと思うんで、僕のことなんてね。まあまあまあ、朝ごはん食べてきます。はい、ということでこちらが2日目の朝ごはんです。なんかいろんなジャンルをたくさん食べました。バナナとかお魚も食べました。ピース。はい、ということでいつもね、僕が海に来るときに来ているこの二十四節気森の公園に着いたんですけども、めっちゃ練習してる声が聞こえます。てか天気めっちゃ良くて、けどこのカメラに映ってるね、僕の顔がすごく嫌です。なんか髪の毛、髪型なんかちょっと変える、こんなところに来てこんな話する必要ないんですけど、なんかね、背景綺麗なのに、なんかさ、でも本当のなんていうの、僕は龍河さんみたいになりたいんですよ、ガチで。ちょっと長すぎる、なんかね、あと服装もいつもと同じだし、なんか気分下がるんですけど、今からお母さんとちゃんと野球観戦したいと思います。行ってきます。でもマジで、あ、これなんか騒がしいと思ったら、高校サッカーですね。隣でサッカーやってるんですよ。こっちにサッカー場があって、こっちが練習場とスタジアム、これじゃないわ、こっちか。行ってきます。はい、ということで、もうなんか疲れちゃって、今スタジアムの中でお母さんと一緒に試合っていうか練習風景見てて、これから試合始まるんですけど、その前にちょっともう暑すぎて、この格好見て、もう昨日から変わってないし、で沖縄がなんか先週までさ変な天気だったのに急に暑くなりだしてさ、辛くなってジュース買ってくるっつって、ちょっと休憩して暇抜け出してきました。てかさ、もうこの動画でさ、俺何回もさ、さっき反省したんだけど、反省するというか、まあ、龍河さんの名前を出してしまってるんですが、なんかそう、なんで出すかっていうのはここで説明すると、なんかめっちゃとりあえず好きなの、めっちゃ好きなの龍河さんがね。で、あとプラスその僕の Vlog の境地というか、 Vlog の僕の Vlog の目指す先は龍河さんみたいなスタイルなんで、だから名前出しちゃうの。あのスタイルとかも格好とかも好きだし、その、うん、てか、まあ戻りましょう。お母さんがジュース待ってるんで、じゃあさよなら。またもや僕は暑すぎてもう出てきました。てかもう天気が良すぎて、なんかやっぱ自然と触れ合ってた方がいいよね。ごめんなさい、まだ試合は続いてません。声聞こえる？アナウンス。今どっち勝ってんだろうね。最初2点先制したのがジャムっていうところを覚えて、あと1点ぐらい巻き返したんですね、中日が。っていうところでもう暑すぎて、もうこれレザーパンツの中、フェイクレザーなんですけどね、フェイクなんですけどね、そのビチョビチョビ
ちょびちょです多分。だから一回家帰って服着替えて、はい、ということでですね、旅行中に一旦お家に帰るというね、なんかアホムーブをお母さんにさせてしまって本当に申し訳ないんですけど、あとのんきにサングラスなんてかけちゃってるんですけど、あと初日にさ荷物重いとか言ってたのに、この男なんと荷物を増やしてから帰りました。本当にアホです。はい、ということで、あの後ちょっとだけお買い物して、もいきなり夜ご飯の映像に飛んでしまったんですけど、本当にすぐ夜ご飯を食べに行って、これね、大量のわさびをね、乗っけて食べてるんですけど、ちょっと行きってね、お母さんに食べれるところを見せたくて、でもそしたら、無事爆死しました。もうめちゃめちゃこの瞬間鼻が痛くて、でもこれ痛すぎて抑えてます。夜ご飯はさっき肉寿司が映ってたんですけど、本当はしゃぶしゃぶのコース料理でカフーってお店なんですけどね、めっちゃ美味しくて、で、このデザートが一番美味しかった。で、一番っていうか嘘ですけど、ということで、ホテルに戻ります。はい、ということで野球見終わってご飯食ってお風呂入って全てが終わって、もう今12時ぐらいなんですけど、一旦寝てからやることやります。おやすみ。あ、次の日、皆さんおはようございます。ということでね、アメニティコーナーで取ったバスボムじゃなくて入浴剤で割り切ってお風呂に入って、もうちょっと遅い遅い遅いで朝ごはん食べましたね。なんかジャンルねめちゃめちゃカオスだよね、これマジでビュッフェあるある。This is Gao Gao Channel。 はい、ということで昨日の動画の最後だと、なんか一旦仮眠してからなんか作業するとか言ったんだけど、そのまま朝まで寝ちゃって、何を、あ、充電器、こういうところあるんです。もう今危なかった、お母さんが言ってくれなかったら絶対忘れてたし、まあ一旦準備整えてっていうか、一回昨日家帰ってから僕はアホなので荷物を増やして、バッグがさらに外に一つ出てしまいました。この格好で那覇行かなきゃいけないんですけど、まあコーディネートかわいいです。いいでしょ、この青。ということで、このお部屋ともおさらばしたいと思います。あ、お母さんはちっちゃいね。お世話になりました。ありがとうございました。はい。はい、綺麗です。バイバーイ。はい、ということで、最後はですね、お母さんの飛行機の時間が来るまでに、国際通りで一緒にお買い物しました。This is Gao Gao Channel。 はい、さっきもお洋服は紹介したんですけど、なんかちょっと可愛くて普通にもう一回見せたくて、なんか今日コーデ紹介みたいなの、那覇空港のなんか飛行機を見れるところで一人でやってます。はい、ということでエンディングです。まとめると、とっても野球観戦楽しかったし、めっちゃ日焼けしたの、本当にもう首とかめちゃめちゃ痛いし、もう手も真っ赤っかになっちゃって、半袖だったから暑すぎて脱いで。日焼けはめちゃめちゃしちゃったんだけど、2月なのに、それを含めたら、オールオッケーということで、お母さんの飛行機が多分そろそろ飛び立つので見送りたいと思います。ということで、お母さんにもさよならして、皆さんにもさよならしたいと思います。この動画が良かったなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、お母さんバイバイ、あとみんなもバイ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 。